静まり返ったマンモススタジアムであります。今バックスタンドの中央聖火台の下に到着しました。見上げるばかりの聖火台、一本の帯のように続く163段の赤い階段、飛びように、そして力強くリズミカルに、白い煙を下に残しながらぐんぐんと階段を上がっていく聖火。思えば8月21日遠くオリンピックの発祥の地、ギリシャのオリンピックオリンピアのクロロス丘のふもと、ヘーラーの神殿跡で太陽の光から再火され、イスタンブール、ベイルート、テヘラン、ダコール、シンガポール、ニューデリー、ラングーン、バンコク、クアラルンプール、マリナ、香港、台北、沖縄と東南アジア12カ国のアジアの同胞の手によって引き継がれ、海を渡り、山を越え、野を突っ走り、谷を横切り、永遠2万7千キロを運び続けられて聖火は今東京の空の下、赤々と燃え上がろうとしております。一気に階段を駆け上がった伊藤康弘君、高さ2メーター中の聖火台、今左側に姿を現しました。右手に高々と掲げる聖火、昭和39年10月10日午後3時9分30秒、世界の目がこの一瞬に集まります。いよいよ点火であります。今点火されました。燃える燃える燃える、赤々と燃える聖火。オリンピックの聖なる日は今初めてアジアの国、日本の東京の空の下、新しい生命を得て燃え上がりました。聖火を取り巻く参加94カ国の色とりどりの国旗、フィールドいっぱいの7060人の役員選手団、スタンドを埋め尽くした7万5000人の大観衆、この聖火のもと五輪輝くオリンピックの旗のもと、一つに溶け合い結ばれております。エキセントリック中川、発車しまーす。出発進行。いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンの仲間と一緒に西畑クローバーから中市レディオシンジケートに乗せて30分間ブルーインパルスが東京の青空に描いた五輪を生で見たかったあなたにお届けします。さてご挨拶を。こんにちは。こんにちは。テイク3で行きましたね僕、うん、噛んでました、すみません、ね、噛み噛み、うん、でもね今のね多分ね30秒ぐらいのとこでも再生止めてるみんな今回回数伸びないですかね、再生回数が。うん、あーやっちゃった。ということでミオさんでーす。あざーす。イエーイ。まあおっしゃる通りでしょうね、やっぱ、うん、やっぱ最初が肝心っすよ丸さん、うん、本当だよ。あのやっぱりね長いとダメな、ダメダマな、ダマじゃない。しかもね最初2分って言ったけどね、うん、結構2分20秒ぐらいになってほら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 神々やったからな、うん、すまん。次回から改善してください。改善します。もっと短くします。はい、伊藤ちゃんでーす。確かにちょっと私今目の前に置いてる可愛い子たちを眺めてあんまり聞いてなかったやっぱり聞いてないでこれから可愛い子たちについてはまた後で詳しくお話しします。あつみんでーす。あれですよね、噛んだ噛んでないのところに焦点が集まってますけど、うん、そもそも何のオチもなかったっていうのは、うん、内容は全く入ってない、うん、どういうことだったんでしょうね、うん、分からない。いや昨日がほらオリンピックの開会式だったでしょ。あ、なるほど。まあ、あの開会式よりはあのそのあ昨日ってこと ね、そうそう、64年にやったその東京オリンピックの開会式、その熱気をね伝えたいなと思ったんですよ。あ、そういう、伝わらんかった。そうか。はい、次キトピーです。マルさんですよ。いやあれ今キトピーの挨拶のところです。まだ終わってませんでした。まだキトピーです、はい。やっぱりですよ、まあ、昔のね、あの、まあ、時代は違うけどさ、なんかこう盛り上がってるね、こうオリンピックのね。でも正直なところ収録の時にはまだ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 見てない、僕ら見てないの。だからすごい開会式だったらどうするんですか。今日は7月13日まだ2週間ぐらいそうですね、そうですね、ものすごい。そうなんだよな。まあね、いいんじゃないですか。はい、はい、丸さんです。よろしくお願いします。はい、はい、はい、
はい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 、あ、一つ言いたいことある。あ、先週の続きであのご指摘、ご指摘ね、ご指摘丸さん、ダメ出しがあります。ダメ出し丸さん、この番組はね、もともとその中川の情報を発信するっていうことだったじゃないですか、はい、だから五郎丸にできた唐揚げ屋の話が出たんですよ。おー、はい、した、した、うん、したでしょ、うん、で、どうだろう、うん、行ってない、糸ちゃんは行ったのかなと、はいはいはい、結果的に私行ったんですよ、はいはい、あ、行ってたんですよ、はい、で、ちゃんと伝えなきゃね、お店に失礼だなと思って、うん、一生懸命頑張ってるんでね、うんうん、あそこは五郎丸の、もう一回場所を美穂さん説明して、どこなんですか、ミリカの近くの、ミリカファミマの向かい、ファミマの向かいですね、うん、あそこにあるまっちゃん、まっちゃんですよ、まっちゃん、まっちゃん、唐揚げまっちゃん、紹介がなかった、うん、まっちゃんっていう、あれ民家をちょっと改装して、まあ、あのもう家のすぐ軒先というか、庭みたいな感じになってるんで、あのあれ形式だ、伊藤菓子形式、伊藤菓子形式それが、まあ、基準なのかどうかな11時から夜の8時までやってます。結構ね、普通の馬塩唐揚げとか、うん、あの油淋鶏の唐揚げとか、うん、バリエーションが結構ある。ヤムニョムチキンかなとかね、まあ味はまあまあ、まあ、いや、これ嬉しかったのが、あのいつも原ヘリさんでね、うん、紹介したんですよ、うんうん、そうしたら聞いててくださって、でそのまっちゃんの、うん、まっちゃんのインスタがあるんですよ。はい、ありますインスタに原ヘリのサムネを貼ってくれて、私たちラジオで紹介していただきましたって、はい、おろおろろろろしていただいたんですよ。で、50何回やって初めて反応があったお店から、ちゃんとした方がいいですよ、これ、マリさん。本当ですよ、ちゃんとしましょうよ、うちらもしようよ、ちゃんとした方がいいです。ちゃんと今日話しましたよ、まっちゃん、ランちゃんの稲荷のランちゃんでもう満足してたらあ、私この前いただきましたら、ね、美味しかったですか。あ、食べた。いや、その腹減り、うん、メンバーチェンジがあったし、うん、ありましたよね。です、です、今日チェンジっていうか、まあ、追加あの2つの番組合併したみたいな。あ、そうなんだ、俺全く聞いてないけど、今週からね、ちょっと新しくさせていただきました、はい、まあ、まあ、全てあのキトピーの都合だっていうね僕が忙しすぎて一つ番組減らしたっていう感じちょっと待って、いや、そんなことないです、面白い番組作っていきます。ちゃんとあの初心基本に帰って、はい、ちゃんとね、これから紹介していきましょう、正確な情報を、はいはい、まっちゃん、唐揚げまっちゃん、ファミマの前のみんなで行きましょう、絶対みんなで食べに行こうよ、はい、ということでよろしくお願いします。イエイ、はい、それでは今日はこの5人でお送りいたします。昭和ください、喜んで、喜んで中川愛を語ろう、ここはよかとこばーい。お、いつもと違う、だいたいこれ違ったよね。でもいいね、これでファンファーレ、うん、はい、はい、ありがとうございます。にぎやかにいきましょう、はい、はい、いやいやいや、五輪ですよ、五輪始まりましたね、素晴らしいね、やっぱりね、すごかったね、もうあんなすごいと思わなかったよあれれ、でもさっきオープニングで言ったって今日は収録7月13日です。今日まだ梅雨明けてないぞ、いやいや、今日明けたらしい、あ、もう明けた、そう、明けた、今日土砂降りやね、さっき、うん、これでもなんか夏らしい降り方、うん、でも五輪ですよ、五輪、違います、梅雨が明けた模様ですって、なんか曖昧な言い方で明けるよね、いつも。いや、もうそれは決まってる、気象庁がなんかそういう基準があるんです、うん、宣言、開けたと見られますって言わなきゃいけないな、なんその開けたと見られます、まあ、言い切れよ、ダメダメダメ、言い切ればいいじゃん、あなたみたいな人がいるからダメ、文句言うでしょ、まるさんだって言い切れんやね、いつもね何時ですかって聞いたら何時ぐらいでいいんじゃない、何時ぐらいで怒られる、また怒られてた、0か1かでお願いします、放送でも怒られてるっていういやいや、なんで見られるって、なん見られ、昔はあげたって言ったの、梅雨の話はいいんですもん、梅雨の話終わってるんですよ、あの、ね、時間の無駄、時間の無駄、そうそうそう、中川から出るんでしょ、何が、お化けが、お化けじゃなかった五輪にさどなたでした、出られるの、私は20キロ競歩女子の藤井奈々子担当なんだ担当なんだ、楽しみですね、まあ、家が近い、家が近い、同じ、近いと同じ、まあ、個人情報ですけど、あ、そうなんや、へえ、他のお二人でご存知、
ご存知でも会ったことはないですけどね。テレビでは見るでしょ、うん、野球。まずプロ野球選手ですよ、ね、阪神の梅野龍太郎選手、龍太郎や保守で侍ジャパン。しかもそのね、今の藤井七子ちゃんとその梅野選手は同じ小学校出身、同じ小学校、素晴らしい。年代はもうだいぶ違うのかな。だいぶ違うね。かぶってない、ね、うん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 、刀は小学から生まれた。刀は小から2人ってのもすごいですね。だから中学校も北中、うん、そうですね。いや北中があるあるよね、もうある頃ね、うん。お、じゃあもう新しいんだね、若いんだね、2人ともね。20代ですよね、オリンピック選手ですからね。選手は若いでしょう。もう1人はでも20代ではないですね。あ、彼、金丸さん、金丸くん。金丸、金丸。な、競技は何でしたか。バスケットボール。バスケット。八村塁とかと同じチームですよね。そうです。すごいね。あ、あのでかかった人だ。見た見た。あ、でかかった。テレビで見た。見た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 。なんか島根県のバスケットチームに所属してる。あ、そうそうそう。なんだっけな。なんか島根のチームでしたね。うん、南、あそこ彼は南中出身。中川南中から。大堀ですね。でじゃあ年は30代ぐらい。32だ。じゃあまあまあベテランの方なんですね。すごいな。もう今年はなんかそのランク的にはバスケってこうちょっと下なんだけど、その八村とかあの NBA 選手の渡辺とか、うん、で金丸とかがいて、もうすごい俗に言う日本の当たり同士みたいな。じゃあ結構、うん、結構期待されてるって。バスケット見たいな、うん、テレビでやるかな。うん、テレビ映らんやろ。ああ、初戦放送してたところで。いやでもこの時期ならプロバスケ選手でもやっぱフリースローの確率って 95% 切るか切らないからしいんですけど、はいはい、金丸くんは 97.7。 へー、スリーポイントがほぼ入る。へー、すごい。この間テレビで見たけど、右手の人差し指と中指の爪だけ伸ばしてて、投げた時のフォロースルーでカツッって音がするので自分の調子を合わせてる。へー、で爪折れたりしたら大変やね。ね、折れたりしたら大変、うん、でこの間強化試合見てたけど、スリーポイントほとんど決まってた。すげえと思った。すごい、めっちゃ活躍するやろうね。ちょっとそれと、それとなんかね、あの女子賞に行ってた子もなんか出るっていう。競技は何なの？それね、ちょっと競技は忘れたけど、日本代表になってるのがハンドボールの、あそこはハンドボールがね強いんで、で日本代表選手になってる子がいたので、うん、そっちかなとか思うんですが、うんうん、そもそもね、結構オリンピックって右往左往したから、なんかこう会場が変わったりとかして、うんうん、あの把握しとかなきゃいけないのは、野球がその梅野でしょ、梅野で、うん、野球が予選が7月28日から始まって、A グループ、B グループみたいな感じ、うん、で結局金メダルをかけた時の決勝が8月7日の夜なんですよ、野球がね。でバスケも7月26日から予選があって、決勝は同じ8月7日。七子ちゃんの20キロ競歩も決勝は8月の6日。うんうん、だから皆さん6日7日そこ注目して、6日7日、うん、頻度ですね。そうです、うんうんうん、とかないかな。いや、活躍してほしいですね、うん、本当ですね。なんか思ってない感じしてない。なんか心入ってない。そう思ってない。見るんですか本当に。いやいや、オリンピック見るかな。一つぐらい見てくださいよちゃんと。漫才が合ってたらそっち見るかもしれない。非国民やね。あとなんか話したいことがあるんじゃないですか、なんか。え、なんかありましたっけ。ああ、今前ほら、あのジューシールーシーとかってあげとられた。ジューシールーシーの聞いたよ、聞いたよ。あれ何、ハンバーガー屋さん、ね、ハンバーガー、やっとハンバーガーの話できた。ちゃんと聞いた。ハンバーガーの話ですからね。本当ハローデー、ハローデーと関係ないですからね。あったかい話してますから温め、あそこのちょっと温めて、ここあの内田の交差点のところに昔、うん、まあ、今移転した内田ラーメン、昔ありましたよ。昔ありましたね、あの並びです、あの店舗ですね。で前はカレー屋さん、カレー屋さんの何でしたっけね、インド人か、どれぐらいやった、1年はあった、あっという間でしたけどね。 あそこが閉められて、うん、ルーシージューシー、ジューシールーシー、どっちだっけ、ジューシールーシーっていうハンバーガー屋さん、ちょっとハワイアンな感じしましたけどね。なんか刀縄店と大名店を2店同時オープンで始められて、同時オープン、うん、大名にもあるみたいな、うん、全国チェーンかな、じゃあ。いやいや、そう、2店って言ってるの聞いてないもん、話聞いてないもん。あ、2店舗、あ、いやいや、福岡で2店舗かなって思うじゃん。
なんか肉ハンバーガーは私ハンバーガーあんまりねこう牛島さんのところでいただいたりしますからちょっと舌が肥えてますからね。 でもまあ美味しかったです。あのお肉もしっかりした、まあね、あのちゃんとこう手つしっかり作ってる感じのね。でね、ここクローバーと被る商品が結構ある。おー、割とあのタコライスとか。なるほどね。あ、そうハンバーガー以外ね。ハンバーガー、まあ、ハンバーガーうちはあのチキンのパテがチキンなので、うん、あれですけど、まあ、バーガーも、まあ、ジャンルとしては、ね、ジャンルとしてはうん、そうですね。うまいね、ソースだけに。はい、キトピー笑いすぎだよ。なんか SE 出す余裕もなかった。押すの忘れてた。今もしくはこれか。本当なんか今の お仏壇みたいな。こういう時のために必要だったね、このチーム。なるほどね。驚きました。まあとりあえず皆さんオリンピック頑張ってもらいましょう。はい、いい時間です。いい時間ですね。はい、オリンピックの晴れ姿、あれよっとん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 と晴れ姿、あらよっと。エキセントリック中川エキスペでございます。はい、よー来た。はい、アツミンのおたかつでーす。時間オーバーするじゃん。今日はですね、もう何週間か前からもう突然どっぷり沼にはまりまして、ドール沼。ドール沼欲しいと思ってしまった時点 で、ね、首まで使ってしまっててもう抜け出せないという沼でございます。プリ、はい、ドールって人形ってこと。もうそこに早速頭が若干3つぐらい見えてるんですね。はい、ちょっと可愛い子たちが連れてきてるんですけど、はいはい、あの球体関節人形っていうのをドールっていうふうに。球体関節人形、関節が曲がるっちゃろ。関節が球で、ね、球体あ球でできていて、おーすごい、あの手が自由に手足かわいい、腰首が手が取れましたけど取れた。簡単に取れることでよく可動域が広いという。僕も一つちょっと。この子たちすぐバラバラになっちゃうんで、ちょっと胴体をギュッと。こういうシステムの人形って昔からあった。で、いや、あまりなかった。昔はリカちゃんとかはですね、こういう関節じゃなかったんですよ。リガネでぐにょって曲がる、うん、まあ、あとリカちゃんはまだあの手足曲げられたり首が動いたりはしましたけど、であとあの髪の毛はリカちゃんはもう直毛で、でこの子たちあのズラなので取れます。まあ、あの、あ、首が取れた。俺らからすると、ほら、ガンプラ、あれが、俺らの時代のガンプラってあんまり関節動かなかったけど、今のすっごい動くね。ね、うん、で正座できるぐらい。このように、まあ、首もこのように取れるのですが、これそれ首取れてズラ取れても、あの親父の会のお化け屋敷に使えるんです。やめてください。でですね、キャストドール、あの関節球体人形ドールにはあのざっくり分けて、キャストドールとソフビドールとあと、まあ、がっていう風な感じで2つに分けることができて、でキャストドールっていうのがですね、樹脂を型に流して固めて、で成形してしたあの球体関節人形のことを言います。でとにかく美しい。この子たちはまた違うんですけど、で国内メーカーのボークス社っていうのが最大手で、あのスーパードルフィーとかドルフィードリーム、それで検索していただくとめちゃくちゃ美しい人形たちが出てくると思うんですけど、まあ検索はしない。本当すごい、一回見てもらいたい。冷たい。で海外もあのクロビドールさんとかエンジェルスタジオさんとか韓国とか中国とかのメーカーさんが今あのどんどん広がっていて、で現在のキャストドールの形を生み出したのがあの日本のボークス社っていう風に言われてまして、でその後、まあ、韓国や中国の方のメーカーさんの方にがあの多数生まれて広がっていってるっていうような感じですね。で20センチからあの70センチまでありまして、うん、で結構大きいんですよ、キャストドール。70センチ、もう本当でけえ、人間みたいな感じで、すごい。で重さも結構数キロあったり、そんな感じの、うん、結構リアル、リアルでリアルなんだけど、もうなんか人間離れした美しさというか、うん、で、あの価格が高額であります。
ちょっと手がメイクとかするんですね。メイクはですね、そうなんですよ、そこメイクカスタムドールって言ってメイクを自分でされたりとか、もうプロのメイクの方がいてメイクしていただいたりとかっていうのがあります。 でそれに対してソフトビニール、ソフビドールっていうのがありまして、でこの子たちがそうなんですけど、あのパラボックスさんとかオビツ製作所さんとか、あのアゾンさんとかいろいろメーカーがありまして、うん、で比較的安価で、うん、あの最初にこう手が出しやすいところですね。で、ネンドロイドっていうのがその中にありまして、でこれネンドロイド、これちょっとパッケージちょっと出しちゃってるんであれなんですけど、こういうあの 2.5 等身のアニメとかゲームとかいろんなジャンル、実在する人のをキャラクター化したものとかもあるんですが、こういうあの 2.5 等身また中がこれなんか足が頭のところにあってるあの出してるのでこう開けていいんですかこれ。ありまして、あのグッドスマイルカンパニーさんが販売しているものですね。で、あの粘土ロイドって言って粘土でできてるかっていうとそうではなくって、はいはい、謎の原型師集団粘土ロンっていう方たちがいて、その方たちが原型とか制作協力をしているっていうことで粘土ロイド。あ、でもね、俺粘土ロイドはね欲しいなって思ったのは結構ある。これあのスターウォーズのシリーズもある。あ、はい、スターウォーズとか、うん、ものすごい何百種類と出てるので、あとねレーサー小林カムイとかの、そうそう、実際の人もネンドロイドもあったりしてるので。へー。でですね、そのネンドロイド本来そのそれちょっとある程度決まった形のポーズしか取れないんですが、はいはいはい、パーツを入れ替えることで顔を変えたりとか、ね、あの ポーズを変えたりとかできるんですが、それをあのオビツ製作所さんのあのオビツ11というこのボディですね、こう今ここにいるんですが、今ちょっと腕取れちゃいましたけど、この体に付け替えることで、はあはあ、あのドール化できるっていうのがあって、これはあの俗に言うオビツロイドっていうんですけど、でこのオビツロイド化をするオビツロイド化することでポーズが自由にできる。じゃあ頭をこれに変えちゃったりするってこと、ね、頭はもう表情を変えるときはその頭、あの顔を付け替えたりとかするんですが、すごいなカスタマイズ。ちょっとそれもこれちょっと今腕が違い、髪の毛結構動くんで、そんな小さいんですけど本当に関節とかもよく動いて、でそこからですね、でなぜ突然沼にどっぷりはまって抜けられなくなったかと言いますと、あの、まあ、きっかけはこのあのネンドロイドです。あのゴールデンカムイの尾形百之助のネンドロイドが出るっていうことで、もう速攻予約しまして、で6月発売だったんですよ。でその子が届いて、でわーっつって手に乗せて楽しんでたんですが、なんかやっぱちょっとだんだん物足りないっていろいろ調べたら、こういうボディを変えることで球体関節化ドール化できるっていうのを知って、そこからもう一気にもうわーっともう速攻そのオビッツ11ボディを注文するところから始めてもう手元にどっぷり手元に届いちゃったらですね、ちょっともう開封動画から撮った、開封動画は撮ってないです結構いろんなポーズができるね。ハマってこう洋服とか着せたりとかしたら、もうなんかもう可愛くてですね、やっぱりそうなると女の子のドール欲しくなってくるんですよ。でなんかいろいろ調べたらパラボックスさんっていうメーカーさんを見つけまして、でそこであの、まあ、お顔もこういうあのヘッドっていうんですけど、もうすごいいっぱい種類があって、であのその中からお好みの顔を選ぶ、好みの目の色いろいろ選べるんですけど、でそうこうしているうちに自分でやりたくなったんですよね。この作るこの何も書いてない顔だけを買って、でもう目のとこは穴が開いてるんですけど買って、うん、であのここのこうアイラインだとか眉毛だとか口とかをとか、 あとまあチーク入れたりとかアイシャドウ入れたりとかっていうメイクを自分で やってみたいっていう気持ちがもう止められなくなりまして、で今まだちょっと手元に全ての道具が届いてないんですけど、もうありとあらゆる道具が何が必要なんだとか、何がどこのがいいんだとかっていうのを全部調べて、もうアマゾンだとかいろんなところになんかもうこれとこれとこれ、これはここで買うみたいな感じでどんどんなんかポチっていきまして今なんかハマりっぱなしじゃん。次々 とそれらが届いているという状態。皆さんが食べたプリンのお金が全部これに、そうです、はい、吸い込まれてるね。それその様子を家族はどんな目で見てる。家族はですね、あの基本我が家はですね、うん、全員オタクなんです、うん、なのでそれぞれ自分の好きなあのジャンルにハマっていることに対して口を出されたくないし、うん、あのそれぞれがね、お互い様だ、お互い様なので何かにどっぷりハマり出したら温かく見守るっていうのがあの的の家のルールでございますので、うん、いいじゃないですか。あの娘にはあの応援されております、うん、で逆に
一緒にしたいみたいな。いや、まだそこまでは来てないですが、はい。で、まあ、何がいいのかって言ったら、やっぱ可愛い。うん、ちょっと今バラバラになっちゃったんで、ちょっと不気味ですけど。だっていつもね、丸さんの顔見よったらね、可愛いものがね。なんでやねん。で、まあ、時やす可愛いのでこう見てたり、こうヘッドを撫でたりとか、いろいろお洋服着替えさせたりしてると癒される。で、あと、まあ、その自分がでカスタムしたいっていうなんか創作意欲を刺激される。あのやっぱ人形っつったらさ、あのよく俺鑑定団見るんだけど、はい、フランスのあのビスクドールとかさ、はい、出るじゃないですか、はい、あれうん百万するじゃん、はい、だけ、うん、例えばこれとかもさ、あと20年とか30年経ったらさ、そんな風に価値が上がるやつが出てくるんじゃないかな、ね、もうキャストドールの方はもうそんな感じで、うんね、まあさすが何百万っていうのはまだないと。髪の毛すごいっすねそれ。呪文とかさ、昔、うん、あのこのウィッグも結構そこそこするんですよ。するんですけど、あのキャストドールの方はもうなんかコラボ、ボークスさんが他のあの漫画とかアニメとかの作品とかいろんなジャンルのあのコラボしたりと限定ドールを出すと、もうすごい値段になりますね。わかんない世の中だね。すごいね。なんだですね。で、まあ今後としてはちょっとお裁縫得意なあの友人を巻き込んでまして、おー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 、もうすでに。で、あのちょっとこうクローバーもあの雑貨のコーナーをちょっとこう改装しまして、ちょっとこうあのドールを飾ったりとか。いいね。でドールのあのお洋服だとかで、あのいろいろな小道具だとかをが販売できたらいいかなという、なんかドールカフェ化計画っていうのが。ドールカフェ、うん、それはもうヒットするか、ね、どうか、うん、あれやね。まあ、興味がない方は別にドールは見なくて、うん、まあ、あのカフェメニューを楽しんでいただきたいんですけど、うん、ちょっとサムネに入れますか。入れますよ。ぜひ興味ある方はサムネ見ていただきますので、あのドールに関心のある方は、あのぜひあのクローバーで。まだちょっとまだ何も変わってないですが、楽しみ方のご指導もしていただくそうですよ。そうですね、なんか一緒にあのドール沼にはまっていただければ。思っております。ここガラスのショーケースとかね、壁にバッとあってね、なんかそこにこう飾って、ドール飾りたいですね、したいかなって。あとあの撮影スポットみたいなセットを作って、あ、なるほど、なるほど、お持ちのドールをあのドール同伴で来ていただいて、あ、そういうのはね人気出る、うん、でそこでこう、うん、ドールの写真を撮っていただけたらなっていうので、ドールコーナーもこの辺に作ろうかなっていう。ホットドッグの前にドール置いて、まあ、それもいいんですけど。プリンの縁に座らせるとかねって思ってます。まあちょっとざーっと喋りました。時間どうですか。楽しみじゃないですか。ちょうどいい感じです。、まあね、だけどそういう撮影するようなところって多分この辺なかろうってね、はい、うん、でまあドールサイズだからもう、あ、そういうことか。作れるあのいろいろ風景を作ったり、例えばほら鉄道模型とか好きな人が、何ジオラマなんていうの、はいはいはい、N ゲージとかね、自分のやつを持ってきて持って行ってっていうね、すごいやっぱりね、そういう集まるからね、人がね、うん、まあ最初はちょっとこの11センチ16センチ、6分の1ドールっていうんですけど、あのそのサイズから始めて、そういったのメインで、で、まあ、60センチ70センチに手を出すかちょっと怪しいんですが、数年後には出してるかもしれません。金かかりそうやな。作っちゃえよ。すごい。じゃあいずれこの5人のドールも作ってもらおう。1個だけヨボヨボで。ホギーな感じで、ね、ホギーな感じで。いや、あまりこうなんかこう見て癒されないといけないんで。ちょっと伊藤ちゃんにね、あの突っ込まれたけどね、ない、あら伊藤ちゃん、おらんくね。あ、いなくなった。いつの間にかいなくなってる。あれ多分ドールの話についていけなかった。そうじゃありません、ちょっと用事で帰っちゃいましたけどね。ということで、まあ今日もあのね、次回からも伊藤ちゃんから、うん、いい間違いを指摘されるんだろうなと思っております。オリンピックは盛り上がっていきますからね。いや、もういいですね、今、うん、バリバリ盛り上がってますよ。まあ、もうあるとなればね、応援をね、うん、無観客だろうがテレビでしっかり見て応援しましょう。そうそう、テレビが映ればみたいです。映、うん、ればね。映ればネット中継もあるんじゃないですか。あんな結構ね、あるでしょう ね、もう今時はね、特に無観客やからか、ね、パケットがだから家でしなさいって。家でありですね。うん、まあ今日はちょっとみんなで集まってね、そうです、楽しかったっ。2週は久しぶりに収録ができましたので、はい、来週もできたらいいですね。できたらいいですね、うん、頑張りましょう、はい、ではまた次週
お会いしましょう。